Hi, welcome to the Pacific Atrocities Education YouTube channel. My name is Ray Watsumoto, recipient of the David D. Chang Fellowship. In this video, I interview Mr. Yoshiji Watanabe and Mrs. Kazuko Watanabe from Imagine 21. Mr. and Mrs. Watanabe have performed and produced three productions, each centered on different topics of Japanese atrocities committed during World War II. Although neither experienced the war firsthand, they both possess a deep sense of guilt and remorse for the crimes their parents committed during the war. I had very limited information about them and only had access to one of their productions. Yet despite this, they were incredibly kind, welcoming, and open about sharing their story. I am very thankful to Mr. and Mrs. Watanabe for allowing us to make this video, as well as permitting us to republish their productions. Please consider taking a look after this video. The links are in the description. I hope you enjoy this video. Please consider leaving a like and subscribe to the channel. Thank you. はい、大丈夫です。はい、じゃあちょっと最初に簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。 1946年 7月に東京の目黒というところで生まれました。本名は渡辺和子、ステージネームが横井和子です。渡辺義史と言います。1947年10月生まれ、今年で75歳になります。 日本の岐阜県というところで生まれました。イマジン21を設立したきっかけをちょっと教えてもらっていいですか。私と連れ合いと2人で1991年にイマジン21という名前で活動を始めました。それまで長い間 別の劇団でお芝居をやってたんですが、イマジン21を作ったのは私と連れ合いの犯した家族の犯した戦争の加害の罪に対してきちっとやっぱり向き合って償いをするような生き方をしなければいけないっていうふうに思って、2人でそういう作品を作り続けていきたいというそういう思いで イマジン21を作りました。意味は21世紀を創造するという思いを持って名付けました。子供の頃はどのような生活を送りましたか。父と母が当時日本は古い習慣があって、本人同士の自由な恋愛で結婚するというよりもね、親同士が 話し合って勝手に親同士が誰と結婚しなさいと決めて結婚するっていう状態があって、母親は17歳でしたけれども、父親が1934年に職業軍人になってね、傀儡国家満州国の軍人として中国今の東北部ですけれども、 そこで日本が武力でもって中国に侵略して満州国という傀儡国家を作って、それに父親は加担をして職業軍人になって罪のない中国の方々をね殺したり傷つけたりしているんですけれども、その父親が母親を迎えに 1935年に日本に帰ってきて、そのまま母親を連れて満州の方に行きましてね、結婚したんですけれども、父親は戦後戦争犯罪人として裁かれているんです。日本では C級戦犯という、A、B、C と戦犯のランクがあるんですが、A っていうのは一番重大な罪、B はその次、
C はその棺という。その中で父親は C 級戦犯として3年間の公職追放処分というのを受けていますが、それと同時に日本が敗戦の時にね、いち早く自分たちだけで逃げ帰ってきて いるんですけどね。そして残された日本の居留民の人たちが中国に捨てられて残されていくんです。で、中国残留婦人、残留孤児と言われる人たちが中国に残されていったんですが、そういう人たちを残して自分たちだけいち早く日本に逃げて帰ってきたっていう、まあ、いわば中国の方を傷つけ殺すという罪だけではなくて、同じ日本人をもね、卑怯にも捨てて自分たちだけいち早く逃げて帰ってきたという、そういう罪を犯して、そういう父と母のもとで僕は生まれて、だから僕はまあ生まれながらに罪を抱えて僕の誕生があるという思いがするんですけれどもね。で、そんな風に思うようになったのは、父親が小さい頃からね、夜中に突然うなされて飛び起きる姿を見たりね、母親を激しく殴ったり蹴ったりする、そういう暴力が日常茶飯事で、まあ、そんな中で僕は漠然と幼い頃から自分たちはね、なんか罪があって将来決して幸せになれないような罪があるっていう気持ちをだんだん抱くようになっていってね、いつも何かに追われて怯えているっていうのが自分の性格に、人格に作られていったっていう。で、その罪のために決して将来は幸せになれないし、なんか大きな悲劇がね、家族の中に起きるんじゃないかっていう、そういう不安や怯えや恐れの気持ちを持ってだんだん大きくなっていったんですけどね。ある時に父親が軍刀をね、持っていましてね、隠し持っていて、その軍刀を抜いて錆止めを捨てる姿を見たりしてきました。今から思えば、その軍刀には中国の方の血がこびりついていたに違いないっていうね、そういう軍刀がしまってあるタンスの下でね、僕たちずっと戦後寝起きをしていたんですね。そんな生活をねして、僕は育ってきたんですけどね。まあそんなちっちゃい頃でいいですかね。横井さんの方は子供の頃の生活はどんな感じでした？私は7人兄弟の7番目の一番下の末っ子で、兄弟お姉さんが亡くなった姉が一人と、あと5人の兄さんたち。私が生まれた目黒の大橋っていうところで若くして3人の子を連れて東京に移住した。その父と母がなぜかわからないけれど本屋さんを始めて、それで戦争になっていく段階で兵士の日用雑貨をね、納める商いを始めたり、近くに視聴隊、陸軍の視聴隊、天皇なんかがこうお立ち台に立って、それでこの練兵場っていうところね、広い運動場みたいな、そういうところに兵士がこう慣れして天皇がこう挨拶するとか、そういうところ だったんだけど、私たち子供は戦後まで、ね、その練兵場を遊び場代わりに育ったような。その父がまあちっちゃい時から御用商人だっていうことは知っていたんだけれども、それがどういうことを意味するかなんてことは全然考えても見なくって、でまたが父が渡辺さんのお父さんとはまた違ってすごい温厚な、お金がなくなってみんな辛そうな顔すると自分がこう捨ててこう一枚になってこう踊り踊って子供たちがそれを見て笑って日常の憂さを晴らすみたいな、そんなところで育って、私も今から思うともっと複雑な思いがいろいろあるんだけれども、子供の頃の思い出としてはとにかく幸せな
絵で描いたような戦争中はその御用商人という商売のおかげで他の人たちよりこういい暮らし、戦争中でも温泉に行くようなそんな家だったっていう。あの渡辺さんにとってあの、はい、中国に訪問された時の体験をちょっと聞いてもいいですか。ああ、一番最初に初めて行ったのが1989年、母親がね、僕が37歳の時に父親が死んで一周忌を目の前にして、当時うつ病だったんだけど突然首をつって自殺をしたんですね。実家で一人で暮らしをしてて、それまで僕はまあそういう家から逃げるように東京に出てね、母親も父親もことも忘れようとして振り返らないように生きていたんだけども、やっぱりいつか必ず家族の中にその罪の報いを受ける日が来るんじゃないかっていう、そういう不安がね、まあ母親の自殺という形で来てしまったっていう思いがして、いつまでも逃げているわけにはいかない、やっぱりきちっと一度そこと向き合っていかなきゃいけないっていう思いになって、それがきっかけでやっぱり父親たちが犯した戦争の中国で犯した罪を向き合おうという思いになって、まあ、学生時代はね反戦運動なんかもしてたんだけども、まあ、そういう運動しててもどっかなんかこれでいいのかなっていう、どっかなんか他人事みたいな思いがずっとあったんだけど、やっぱり実は自分の父親が戦争で中国の人をね殺していた、そのことをきちっと向き合うこともなかったっていう思いがあってね、まあそれをきっかけに連れ合いと二人で、まあ母親が死んで田舎にちっちゃな家と土地が残されていて、父親の遺言でねそれを兄と二人で引き継ぐっていうことが遺言だったもんだから、その土地を処分してね、少しお金が遺産が入ったもんだからね、まあ、そのお金をどういうふうに使うのが一番いい使い方かなということを考えた時に、やっぱり中国へ行って父たちの犯した罪の償いと謝罪を知るということがね、そのためにそのお金を使おうっていうふうに思って、まあ二人で中国東北部を旅をしたんですね。父と母が最後に暮らした今は密山ミーシャンっていう中国東北部の北の果てにあるちっちゃな町があって、そこに訪ねるんで夜行列車に乗ってね16時間かかってそこ行ったんですけれども、朝ハルビンから見てたね、ハルビンからね、朝食堂車でご飯を食べに行ったらね、コックさんが僕らのところに来て僕らに訴えかけられる、通訳の人がねこの人の話は聞かなくてもいいからって、当時中国のはね日本人の観光客をたくさん連れてきてお金を落としてもらうからためにね、あんまり日本人に嫌な思いをさせたくない、不都合なことは見せまいとして配慮してね、この人の話聞かなくていいからって。だけど、まあ、僕たちは別に観光に来たわけじゃないから本当のことを教えてほしいと言って、やっと教えてくれたのが、その方が言うのは、あんたたちは日本人だろうと、この辺りからねたくさんの中国人が日本に強制連行されたりね、731部隊に連れて行かれて、いまだにその生死の行方さえわからない人たちがいっぱいいると、そういうことはあなたたちは日本人としてどう思ってますかっていうことをね問いかけられたのね。でその時初めて中国の人たちからね生の本音の気持ちをぶつけられた。日本人のことをねリーベンクイズ、日本人の鬼っ子というふうに中国の人たちは思っている。戦争は今も終わっていないということをね改めて痛感させられた体験だったんですけどね。その後
長春の戦争記念館、そこはあの皇帝溥儀のね博物館ですけれども、その正面に入り口に入ったところに一枚の大きな写真があって、日本人の将校がね軍刀を抱えて笑っているんですね。その足元に中国の人たちが生首がね、晒し首が転がっている。20人ぐらいの。その人たちが殺される時のその表情がね、生々しくて、今にも僕らに飛びかかってね、首を絞めんとばかりに飛びかかってくるような、そういう時に父の姿とその日本人将校の姿が重なって、父たちの犯した罪の大きさや突きつけられてね、やっぱりそれがきっかけで生涯やっぱりこれと向き合って、その罪の償いをどうすればできるんだろうか、償うことなんかできない、ただそのことと向き合い続けていく、そういう残された人生をね、日本人の罪人として生きていこうっていうふうに、まあ、腹をくくったっていうのかな。もう本当に長春ではね、関東軍司令部の地下にある牢屋があってね、そこ行くと今もなんか殺された人たちのね、無念な思いや悔しさや、なんかそういうものが未だにこう充満しているような勇気を感じ、道を歩いていても中国の人々がね、通り過ぎるのを見てリーベン、リーベン、その言葉が突き刺さってくる、ガイドの人がね、僕らのいつも後ろを歩いている、どうして、そんなことも気がつかなかったんだけど、それは襲われるかもしれないから後ろからいつも見張りながら歩いてるんですって教えてくれたんだけどね、それぐらい、まあ、1989年中国の人たちが日本人を見る時のその思い、いるような冷たい視線をね感じながらの旅でした。